県体育館、今第1回のゴングが鳴りました。まずラッシュする原田が行きましたね。ひげぼうぼうです。トランクスのジョフレ、黒いトランクスの原田、筋肉隆々両選手、白コーナーの打ち合いです。よくなかなか相手のパンチを喫しません。原田の左、遠くにあで深追いしない、深追いしないこと、原田の追いすがる原田、左右を振っておりますみたいになりますね。原田うまく攻めました。左右、今度は原田のアッパーが当たりましたね。だけれども原田のラッシュというのはこれほど手数が出るかというのは、第1ラウンドは第2ラウンド、おっと今度は右が当たりました。ジョフレの右、原田の顔長くなりました。ジョフレがライトストレートを打つというのは珍しいんですよね。そうです、やはりレフトを打とうと出てまいりません。今度は原田の安定です。赤のコーナーに詰まりました。ジョフレいますね。そうですか、1日20ラウンドのスパーリングを連打ではトレーニングを積んでおりました原田。おっと右の服、おっとアッパー空振り、おっと右の服が当たりました原田。ジョフレの痛烈な徹底した菜食主義のジョフレ、もちろん獣水あるいは野菜類を取ったものと思う。右当たらない、少し浅かった、顔面好調、汗びっしょりというところ。ダウン取ってもいいとも思いますが、原田の右のヒットでありました。またアッパーカット当たりましたね。顎ですね、やっぱり、弱ってます。顎ですね。チャンピオンになれるかどうか、原田大事な中ですか。うんと離れるか、うんとクリンチしちゃうかですからね。中間距離にいると危ないですよね。大谷の服、これは空振り。おっと、顎に一発喫しました。ジョフレの右の左右、チャンスを見出しました。チャンスですね。しかも打ってますね。もう一回アッパーカット、これが危ない、危なく鼻程度に済みました。このラウンドは完全にペースがちょっとヨフレの方に移った感じでやります。ヨフレに移りました、ね、おっと原田がつきました、右を喫しました。先ほど左の当てる、ヨフレの左、右、当たっております。ああ危ないところ、あと15秒、ね、ああ打たれましたね。左右が当たりました。チャンスと見たらやってきますよ。またアッパー、盛んにアッパーを、原田のボディー攻撃、今度は顔面、ジョフレのワンツーですが、原田左のフックと右のアッパー、原田の構成ですね。あおっと当たりました、ね、あっ ちょっとびっくりした感じがいたしまして、戸惑っているという表情がありありと見えています。左のストレート、原田チャンスね。トンとロープへ、今度は原田詰まりましたが、ここで左右を振っております。左の今原田の顔面を捉えました。木を見てジョフレの左が出ました。構成の点では原田ですね、構成がポイントに、また誠にはっきりと見えております。ジョフレの左のアッパー、今度は原田の左、ジョフレの右フック、もう一回右を振りましたが、これは空振り。非常に大きいですねパンチ、おっと当たりました、当たったですね。原田ちょっとぐらついた、しかしよく原田左のストレート、胸のあたり真っ赤、返り血を浴びておりますレフリーのロスさん。時間がありません。ゴングが鳴りました。強く見事に戦い終わりました両選手。チャンピオンエデル・ジョフレ、挑戦者ファイティング原田、肩を抱き合っております。さあ判定が大変に難しいところ、石川さんは5-3、5-3、5-3が4回5回両者にパーナス、死が出てまいりました。